打行剣は古墳時代の日本の鉄剣の一つ。文字通り剣心が蛇のように曲がりうねっている形状をしているため、こう名付けられている。西日本を中心に出土している鉄剣で、その形状と出土数から実用武器ではなく儀礼用の鉄剣と考えられている。古墳や地下式横穴母群などから出土している。九州地方発祥の鉄剣と考えられているが、古世紀諸島には、 近畿圏にも広がりを見せている。古墳時代における日本独自の形状の鉄保護という意味から考古学上重要な資料となっている。古くは1925年に日向浄土寺山古墳から出土しており、鳥居流像によってインドネシアのクリスタン圏を連想するものと語られ、東南アジアにその性格を求めるものと考察され、注目された。その後、 1986年に、楠本哲夫の考察から、和国の得意な武器として認識されるようになり、武装としての意味も考察されるようになるが、資料の少なさと、南九州に偏って出土する等から、性格は必ずしも明らかではないとされる。こうした、打工形状の剣、保の出土事例は2008年時点で、70本、近くあり、本州から37本が出土し、 残りの半数は九州、特に南部地域に集中し、広域に分布を見せながらも、南九州に集中しているという空間的に限定された二つの排反する現象があり、伊藤正文は複雑な性格を有する異物であると見解を示している。大きいものは奈良県北原古墳湿土のものや三重県松阪市天皇山一号墳の湿土のもので、 全長80センチを超える。静岡県袋石石の形古墳湿度のものは、鉄素材の分析が行われており、通常の県より炭素分が少ない結果が出ており、蛇行形状を作るため、柔らかい鉄にする工夫とみられる。張り国風土器の説話との関連を指摘する研究者もいる。サンス型群の城の話には次のようにある。天智天皇の頃、 中川の里に住んでいた丸ブグという人が、河内の兎ずんの人が持っていた剣を買ったが、一家のものすべて死に耐えてしまった。その後、理長の犬の獅子が具の跡地で畑を作っていたら、この剣があった。柄は朽ちていたが、歯は錆びず、光、銘羅毛鏡のご年であった。犬の獅子は怪しみ、家に帰って、刀舵を呼び、その歯を焼かしめたところ、この剣、さるくして、 蛇のごとし、期待人大きに驚き、エイラズして闇ぬ。犬井のししは、神聖のある剣と思い、朝廷に献上したが、天武天皇の時に元に返され、今は、李朝の宅にある。この剣を購入したために一家が全滅したこと、再度熱したら蛇のごとくなったこと、朝廷に献上したが、戻ってきたことが語られている。七世紀末の出来事としているが、 現在、出土している、打光剣のほとんどは錆びた状態である。科学的に説話を考察するのであれば、クロムメッキ加工の剣であれば、錆びにくいが、古墳時代の日本に、クロムメッキ製の刀剣を作る高度な技術は、存在しない。従って、あくまで申請を高めるための話と考えられる。いずれにせよ、蛇のごとく、形状をした鉄剣を新請視していたことはわかる。 内容である。考古学者である石野博信は日本神話に登場する突塚剣についても蛇のような動きをしたという文法上の表現から古代日本において蛇の形状をした剣が神聖のあるものとして認知されていたことを語っている。ありがとうございます。